もう一本。ナイスシュート、鏡くん。黒子か、いきなり出てくんなよ、驚くだろ。何回も声をかけたんですが。マジかよ、全然気づかなかった。つーか、最近結構慣れた気がしてたけど、やっぱお前の影の薄さはすげえな。鏡くんが練習に集中していたからというのもあると思いますけど。まあ、それもそうだな。それより鏡くん、今日は随分早いですね。朝練の集合時間までまだだいぶありますよ。ああ、なんかじっとしてられなくてな。そういうお前だって早いじゃねえか。僕も同じです。じゃあ、一緒にやろうぜ。はい。ちょっと休憩にするか。ええ。なんかこうしてると思い出すな。何をですか？お前に初めて会った日、ストバスのコートでワンワンやっただろ。ええ。正直あの時はお前が死ぬほど下手くそでビビったけど。最初から勝てると思ってなかったと言いましたよね、僕。の割に随分威勢よくぶつかってきたじゃねえかよ。弱いと分かってたら本気でやってくれなかったでしょ。鏡くんのバスケを直に見たかったんです。お前、本当に見かけによらずアグレッシブなとこあるよな。ありがとうございます。褒めてねえよ。でも、鏡くんがちゃんと向き合ってくれてよかったです。まあ、次の日のミニゲームで、お前の能力も分かったしな。結局あれが、俺たちのスタートラインだったってことか。はい。僕は聖林に入って、中学時代の仲間を倒して、日本一になりたいと思っていました。でもそのためには僕一人ではなく、影の力を生かしてくれる光が絶対に必要だった。鏡くんに出会えたのはラッキーでした。お前もうちょっと言い方があんだろ。あ、そうですね。鏡くんや聖林のみんなに出会えて本当に良かったです。お、俺だって同じだ。奇跡の世代を倒して日本一になるって決めたけど、正直俺だけじゃどうしようもねえことばっかだったからな。一人で考えたって答えは出ねえし、バスケは一人でやるもんじゃねえってよくわかったぜ。悩んだり落ち込んだり、ピンチになるたびに聖林のみんなに助けられました。そうだな。聖林に入って僕は前よりももっとバスケが好きになりました。だからこのチームで日本一になれたことが本当に嬉しいです。ああ、俺もだ。でもそれで満足したわけじゃねえよな、黒子。もちろんです。僕たちがバスケを続ける限り、勝負の時は何度も訪れますから。次も絶対に勝ちます。どのチームももっと強くなるだろうし、次に戦うのが楽しみだぜ。つうか、ウィンターカップでは勝ったけど、東にはインターハイの時に負けてるから、今んとこ引き分けじゃねえか。ワンオンワン勝負も今のところ青峰くんの圧勝ですよね。うるせえよ。あいつとの個人勝負だっていつか絶対勝つ。じゃあもっと練習しないとですね。ああ、よし、じゃあもう一本やろうぜ。お、みんな来たみたいですね。おっと、朝練の時間になってたか。いえ、まだ時間前ですよ。結局早く来てしまったんですね。みんな揃ったんなら練習時間も増えるじゃねえか。よっしゃ、気合い入れてるぞ、クロコ。はい。